大島先生も哲学科だったんですよ。なんかサークルとかやったり。サークルはでもバイトとかできないじゃん。あ、バイト知ってます。将来こうしたいとかあるんですか。でもいよいよ東大的に言えば新振り専攻専攻は選ぶわけですよ、2年生でね、見たんですけど、はい、もう決めてます。西洋史か哲学に行きたい。ああ、どっちも入れるやつだそうです、全然社会学行きたいとかじゃないんで、うん、書けば入れるやつ。本当ですか、よかったです、うん、書けば入れる。西洋史今人気別にないと思うし、哲学は 100% 入れる哲学で落ちた人って聞いたことないからでもなんか私の周り西洋史多い気がするんですよね、うん、抽選がもしあるとしたら西洋史だけど、何があるとかはもうちゃんと知ってますか。なんとなくは選考、この間武田塾チャンネルで撮ったから17選考に分かれます。覚えてますか。いや覚えてない。覚えてないですね見たら分かりますけど、抽選になるのってもう決まってるんで、だからどうしても行きたいところを書いて、あとは抽選になるやつを書いとけばもう絶対大丈夫。で、英米文学は抽選ないの。英米って書いてあるもん、それで選ばれる。上に人気のあるの選んだら第5志望で英米になってた人いましたから。その人は結局経済に入り直してたな。大変だ国文、中文、英米、独文、仏文、哲学、倫理、美美、日本史、東洋、西洋、民工、図書上、社会、心理、教育、人格。これで抽選になってたのは当時倫理、美美も人気はあったな、うん、民工、図書上、社学が人気だった。社学心理、社学心理がとっても人気がありましたね。あとはないです、はい、ないあとはない哲学行くんですか。そうですね、やっぱ大島先生も哲学家だったんですよ、はいはいはい、その影響もすごくあって、ね、あと浪人中に自分のことについて考えることがすごい多くなって、うんうん、それでみたいなのもありますね。そうなんですね。大島先生が引き体だったから自分も いやそんな引き体なのは中学校の時になんか筆記体じゃないとダメだったんですよ、でそれでもう筆記体しか書けないみたいな。ブロック体書けるんですけどなんかバラバラになっちゃうみたいな、うん、ああなるほど。学校のやつなんですね、はい、か哲学、そうか、ラテン語、ギリシャ語ってそうか。なるほど、だったらメイクセンスですね。哲学やってこの人研究したいとかこれをっていうのはあるんですか。いやそこまではないですね。でもやっぱそれこそ西洋系の人がいいなと思ってるんですけど、うん、フランス語の自分のクラスからも横にいたい君は西洋史に行ったし、うん、君は哲学に行ったし、まあ、とにかく英米が一番辛いってずっと言われてたんで、英米に行くな行くなって言われてたけど、もうそれしか考えてなかった。まあだって論文英語で書かなきゃいけないし。あ、私なんか堀田先生の授業を受けたいんですよね。大島先生に経文行くことになりましたって報告した時に、うん、堀田先生の授業気に入ると思うよって言われて、あ、堀田隆一先生ですね。堀田隆一先生が出してる英語学の本かな、読んで面白かったんですよ。堀田先生、あ、英語史、英語史だからスカヒルの次か、ジョンスカヒルっていう先生が多分引退したその後、うちの時代のトース先生っていう人の後継ぎが井上ベースです。で、ジョン・スカヒルの後継ぎが堀田先生ですね。今もう変わっちゃったんで、まず、英米だったら英語学英語史ゼミですね。そしたらなんかサークルとかやったりする。サークルはオーケストラとピアノですね、うん、まあメインで行ってるのは。それこそ入ったけど行ってないっていっぱいあるんですけど。そうなの。確かにピアノの写真があった、ね、はい、ベッド。そうそうそう、そうなんね。めっちゃ忙しくないですか。そしたら周りには忙しいって言われるんですけど、うん、別に自分で忙しいとあんま思わなくて、だってさ、語学で6あってラテン語とギリシャ語を取ってるわけでしょ、はい、これで8コマですよ、はい、一般教養を取っていかなきゃいけないわけで、はい、日吉にいるうちにどうすんの。日吉にいないと自然科学系とか三田で取れないよ。ほぼ やばいんですよ。私春社会系列一個も取れなくてどうすんの。秋フルターンするしかないみたいな。人文科学系、社会科学系、自然科学系からそれぞれ取んなきゃいけないんですけど、多分昔よりは取りやすく絶対なってるんで。昔は通年ばっかだったから、あ、まあ、今どうなってるか分かんない。三田に行ったら通年になっちゃうから、一般教養がすげえ面倒いことが多いので、うん、それで一発のテストとかだったりする。うわ、はぁみたいになるんで、日吉の方が絶対いいんですよ。取るなら体育も取れるしさ。体育行きたいですよね。そう、教職取らなきゃ関係ないですから。教職だったって必ず体育も絶対2つ取らなきゃいけない。2つなんですか。そうです、1個じゃダメなんで。体育何取ってたんですか。1個ゴルフ。おお、おしゃれ。夏に1週間で取れる。めっちゃいいですね。あとは理論はだから別に実技しなくていいやつ。テレビよく流してました、その先生。みんな寝てるみたいな感じで。それの2つ。ちゃんと自然科学取りました。自然科学は2個だけ取りました。数学。いや
心理学です、心理学。あ、心理学ね、はいはいはい。マジで自然系取りたいやつが本当になくて、うん、わかんないし、うん、数学なんか取ったらそれこそ終わりじゃないですか。ね、しかもなんか実験系のやつは2個連続なんで、そうそう、6体。どうしても必修とかぶっちゃうんですよ。なんか取れなくて。実験科学5、6限で受けてたけど。あ、本当ですか。え、5、6ではない気がする。1、2か3、4ですね。ああ、そうなんだ。3、4弦とかだったら、確かに取れない。取れなくて。でも実験が一番楽だけどね。話はつまんないけど、実験は楽だから。でも物理とか科学とか、字面見えたけど、うわって。ああ、楽しかったけどな。いい。じゃあもう、でもバイトとかできないじゃん。あ、バイトしてますね。してんの？むちゃくちゃだよ。今月は入ってないんですけど、うん、5月から始めてバイト今変えようみたいな感じで。何系とか言ってみる。あ、飲食です、飲食。どういう生活になるの。もう想像ができないんだけど。だから休みの日はないみたいな。土日どっちか空くかなみたいな。信じられない。もう授業切りまくってた自分が言うのもなんですけど。いや、でも授業は結構切りまくって。切りまくってんのかい。切りまくってんのかい。塾講師がメインでした。まあ、その時から塾講師なんです、ね、そうですよ。なんか塾講最初に落とされて。そうなの。そうなんですよ。多分私が私服で行ったのがバカだったんですけど。私服で行くの。え、だって服装自由って書いてあったんですよ。塾講師は不自由な世界だよ。先輩にはなんか、うん、マーチとかの子でも受かってるよって言われて、うん、あ、じゃあ大丈夫かと思って行ったら落ちて、うん、あ、やばい、マーチ未満慶応生になっちゃったと思って。え、何、大手の。あ、落とされたんだ。時給2600ぐらいだったかな、うん、よっしゃーみたいな思ったのに。高めだよね、あそこは。その分ちゃんとしてないとダメ。まだ向いてないですかね。もっと簡単な大手に行けば簡単に受かれるけど、なんか全然分かんなくて、そういうのが、うん、塾講時給高いけどなんか時間外労働多いから結局変わらんみたいな聞いて、ね、じゃあいっかみたいな。でもこのまま大丈夫ですか、進級でき、まあ秋次第みたいな。未来の自分に頼って行くわけですね。いや、できんのかな、進級。また日吉にいるんじゃないの。いや、でもその留年すること自体に関して本当に何も思ってなくて。おお。もうそこにはでもその日吉で留年するのは嫌なんですよ。だから今年は進級したいみたいな。日吉で留年するのは嫌だ。いや、三田に行ったら留年とかあんまないから、ね、そうなんですか。卒業できるかできないかだから。もう専攻入っちゃってるから。文学部って1年から2年に上がるのが一番大変らしいですね、うん、そう。まあ英米文学専攻は卒業が一番大変だけど、圧倒的に。で、まあ、234は哲学とか西洋もあるのかな。原点講読っていうのが必修になるんですけど、英米の場合は。でもそれって語学ですよね。語学じゃない、語学。違うんですか。語学じゃない。違うんですか。原点講読、原点を読む。あ、そういうことですか。で、それがゼミのちっちゃい版みたいな感じ。ゼミの小さい版で、普通はその原点の先生のままゼミに入る。うんうん。ゼミってよく分かってないんですけど。あ、そうなんだ。ないんで。あ、まあ今はね、はい、3年生、4年生になったら入るわけですよ。文学部だから当然入らなきゃいけない。で、原点講読でそのままその先生についていくの。まあ俺は原点講読はラップ好きだったから、韻のやつとかにやってて、で、それで言語学3年は別のっていうのでやったんですけど、で、まあ原点講読はまず落ちないんです。出席さえしてればまず落ちることはないんで、だから2から3で留年っていう人はまずほぼほぼいないっていう感じで、それだったら語学で留年する人。仮進級したけど結局フランス落としちゃいましたとかっていうので留年はあるけど、まあまず234はそのまま行く。必修のものがあっても、どうせ次の年取ればいいみたいな。で、英米文学専攻は当時はマジで必修が難しかったんで、やっぱ3年かけて取りましたもん、俺。3年かけて？そう、3つの必修を1個1個取ってって。超優秀な人当然2年で全部取るんですけど。すごい。でもまあまず取れないんでみんな落として、で、さらに英語の論文が待ってるわけですから。え、それ何時ぐらいですか？字とかは特に決まってなかったけど、いや、ちゃんと書きましたよ、長く。これはなんかすげえ薄いので出してる人もいましたけど、そう、ガラケーで打って出してたやつ。やば。え、それ通るんですか？通ってました。ガラケーですよ。ガラケーってやばいでしょ。フリッカー入力がない時代ですよ。めっちゃ時間かかりそう。 ABCD とかパソコン出ねえから。いや、絶対パソコンの方が早い、それ。パソコン使えないからって。じゃあまあでもこれからコネもいっぱいできるだろうし、慶応だから見たかいですよ。ですか、ね、将来こうしたいとかあるんですか。就職したくなくて。お、何したの。でもできるかできないと思うんですよね、うん、速攻クビになりそう。塾の不私服で行くぐらいですか。なんで YouTube 頑張りたいみたいな。 YouTube 頑張りたいの。はい。頑張ってたのあれで。いや違う、これから頑張る。これから頑張るんです。未来未来
未来なんだ。あんまり更新だからちゃんと毎週更新するようにこれからしていこうと思って、うん、なんでなんか TikTok も頑張ろうみたいな。あ、そうなんですね。じゃあぜひアメリアテアの、はい、ティアン TikTok と YouTube の方ぜひご覧ください。はい、概要欄に貼ってありま す、ね、こういうのやんなきゃ。え、じゃあインフルエンサーになりたいってこと？まあそうですね、音楽系のことをしたくて、ピアノとバイオリンは才能ないと思うんですけど、声楽習って、慣れ始めてどうなのかなみたいな。そうだったんですね。じゃあそれに今後に期待してみましょう。はい、はい、ということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。